こんばんは。ようこそ初耳怪談へ。まずはレギュラーアーティストの皆さんです。お願いいたします。お願いします。お願いします。お願いいたします。さあ、そして本日もスペシャルゲストの方お越しいただいております。1年ぶりの登場になるんですね。そんな空いてるんですか。ハニトラ梅木さんです。お願いいたします。お墓の恋人ハニトラ梅木です。よろしくお願いします。はい、いやでも本当なんで1年に1回しか呼んでくれないんですか。前も1年ぶりとかでしたよ。なんか墓参りって1年に1回みたいな。いやそれ、ね、印象ありますよね。なるほど。いや墓参りなんか何回行ってもいいんだから、うん、そりゃそうですよ。そりゃそうよ。もっと会いに来てよ。これが墓から皆さんへのメッセージです。墓して面白い。新しい墓参りなんて1年に何回行ってもいいんじゃないか。確かにこのフレーズ何なんだこれ。すいません、しっくりきましたね。寂しくなっちゃうね。だってガンジーさんももうね仲良くてね、もっともっと来てほしいですよね。もっともっと来て、ほらお前なんか何レギュラー狙ってるからまさか今まで何回も飯奢ってる人にお前って言われてるすみません、これはね、もう分かりづらいんじゃない。あなた僕の先輩やのに何回もご飯おごってるんですよ。いや、これも微妙な話だわ。おごった時だけ梅木さんっていうのに、梅木どころかお前って、はい、むしろあなたが僕にお供えしないとダメだよ。確かにね、今度月餅あげますからね。月餅あげるよ。本当に、はい、同じ感じなんですけども、はい、このお墓の方をね、被り物、はい、まあ、今日もされてますけど、はい、なんかそろそろこれこう変える気とかはないんですか。いや変えることはないじゃないですか。お墓イコール僕なんですから。でもなんか前回ね、ノブさんプレッシャーに負けてなのか、うんうんうん、途中で普通に被り物を取ってましたよね。脱いでましたね。脱いでました。まあまあね。いやでもそれはその自分のポリシーを歪めることになるんで、うん、いやあの時は今考えたら間違ってたと思いますよ。自分がこうやりたいのに、うん、このちょっとしたみんなのなんとなくの空気、うん、忖度はいかんですよ。 はい、あの日は空気を読んで外してしまったけれども、今日はもう絶対に外さない。いやそれはそうです。これがもう自分のプライドなんだと、はい、もう多様性の、ね、世の中でこういう怪談師がいてもいいじゃないかって。いいんですよ。あこれを取ってしまったらもう俺じゃないですから。あ確かに。でも僕さっき学園行ったんですけど、ええ、あのきっちり髪の毛スプレーで固めてました。え脱ぐ気満々じゃん。あれもう脱ぐ気満々できてるんですか。違う固めてないんですもんね。固めてない。一回の中のヘアスタイル見させていただいていいですか。固めてるか固めてないか。これで固めてたらもう出る気満々だっていうことなんで。確かに。一回見せていただいていいですか。見せますけど。また音声さん泣かせたから。もうそうだ。ほら崩れないように。ほら。え、なんかふわふわ。ちょっとあれなんかちょっとあれどっちなんだろう。分かんないな。どっちなんだろうっていう一番分かんない感じがやめなさいよ。整えてるよ。整えてこれなんだよ。触ってみてください。触ってみてください。ガッチガチですよ。やってるんだ。やってんじゃねえか。スチールウールみたいなハードスプレー。そうなんですよ。ごわごわになってますけど。そうなんですよ。日光に負けないようにね。いつも固めてる。あんなどうしたらいいんですか、僕これ毎回。メキさんありがとうございます。撮りながらもね、ちゃんとピンマイクをピッとこうね。ね、気を使えるんで。ありがとうございます。素晴らしいですね。想定は脱いでから喋るか、どっちかのパターンしか想定してなかったので。なんでこの状態で喋らせるの。いや、あの人がおかしいこと言い出したんですよ。硬さだけ試してみてみたいな。おい、わかるやろ、ベタのセオリー守れって。何のために脱がないふりしたんじゃ俺が。わかりました、わかりました、わかりました。梅木さんすみません、やっぱりこの中途半端な状態ってやっぱり梅木さん的にはよくないと思うんで、はい、あの一旦止めます、はい、で、またこれ再開しますんで、はい、その時にどうなってるのか、はい、そうですね、確かに考えていただいて、それはそうしましょう、そうですね、どっちつんだろう、はい、まあ、ポリシーがあるということなんで、はい、まあ、どうなるかわかりませんが、じゃあ皆さんまた後ほど一回あの再開させていただきます。はい、よろしくお願いします。こういうことでいいんですね。はい。あれポリシーはこれだ。私前回のオンエアを見ましたけど、はい、ここからしか始まってなかった。脱ぐ一悶着もなくなってたので、はい、じゃあここからことなんですかね。ただ初音ちゃんびっくりしたのが、あの墓石をね脱ぐの分かるんですけど、メガネも。いや本当、うん、誰ですか。ずっと見てたでしょ。お墓の恋人ハニトラ梅木です。もう今お墓感一切ないですよ。お墓
いやだからあの墓はメガネとセットになってるんで。セットなんですね。墓を取るとメガネも取れちゃう。いやもう新進気鋭の画家にしか見えないですよね。自分で描いた作品着てる人確かにな、ね、確かにな。階段階アクリルで塗りつぶしたろか。あやめてください。 お願いします。なんで立たしたいの。というわけで、改めまして今日のゲストハニトラ梅木さんです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よっ、いやね、なんだか始まりたてなのに疲れましたけども、はい、頑張っていきましょう。お願いいたしますね、はい、およそ1年ぶりの登場ですからね、はい、はい、楽しみにしております。よろしくお願いします。では続いてのコーナーに参りましょう。初耳怪談ファーストテイクです。ここからですね、怪談師の方に初出しの怪談を一発撮りで披露していただく初耳怪談ファーストテイクですが、本日怪談を披露していただくのは松島初音さんです。お願いいたします。そうなんですよ。久しぶりですか。この間もやった、うんうん、全然墓とか被りましょうか。いやもう墓を何やと思ってるよいしょ、はい、準備の方よろしいでしょうか。はい、大丈夫です、はい、本日は視聴者のマゼンタさんよりご投稿いただきました。ありがとうございます。それでは松島初音さん、よろしくお願いいたします。思ってたことと違うというのがいかに怖いかというのをこのマゼンタさんからいただいたお話で私は感じたんですけれども、マゼンタさんというのはとある観光地でコンビニを、まあ、十数年経営されている方なんだそうです。でそこの観光地のコンビニ、まあ、日中はにぎわうんですけれども夜はまあ観光客も来なくなって閑散として、まあ、来るのは近くのホテルの従業員とか、まあ、そのようなまあコンビニなんだそうですね。でそこではちょっと不思議なことが起こるそうなんです。例えば、まあ、誰も入店してきてないのにピンポーンというお客様の入店音がしたりとか、バックヤードで品卸しをしているとレジの方からすいませんと声がして、あ、お客さんかと思ってレジに向かうとそこには誰もいない、まあ、そんなことがよく起こっていて、アルバイトの人も含めて、まあ、それには慣れっこになっていたそうなんですね。でマゼンタさんも、まあ、それはよくあることということで、まあ、世間話として近所のホテルの従業員の霊感が強い A さんという方に今日こういうことがあったんだよなんてよく話したりとかしていたそうなんです。そんなコンビニを経営しているマゼンタさん、マゼンタさんが2日前に体験したことですと言って送ってきてくれたのが、その日マゼンタさんは事務所にいて、まあ、いろいろ作業をしてたみたいなんですね。作業している机の横に防犯カメラの映像が映っているんですね。でなんかこうやってやってるとチカチカチカっと映像がこうブレるような感じがして、なんだろうって言って見てみると、そこには防犯カメラ15番の映像が映っているんです。15番というのはコンビニの裏側、いわゆる駐車場のところが映されているやつなんですけれども、でそれを見ているとパチッパチッとなんかこう画面がこう消えたりついたり消えたりついたり、ザザザザザノイズが入ったり、このカメラってもう古かったっけ、いやーちょっと修繕頼まないとななんて思いながらまた作業している。それにしてもこうチラチラと気になるな、2時間ぐらい続いてたそうなんですね。なんだろうなって思いながら、まあでも接触が悪いのかなって思っていたら、ピンポーン、誰かが入店してくる音がした。あっと思ってレジに向かうと、近所のホテルの霊感が強い A さんが来ていたんですね。で、 A さんお疲れ様です、あ、今日夜勤なんですか。いやそうなんですよ、今ねちょうどお腹空いて休憩時なんでちょっとなんか買いに来たんですけどね、ちょうどいいんですけど今ね、まあ、ちょっと霊とかそういうのじゃないと思うんですけど、うちの監視カメラ調子悪くなっちゃってて見ていきます、まあ、聞いてみたんですね。そしたら A さんも、別にそういうのじゃないんじゃないですかなんて言いながら、じゃあちょっと見てみようかな、まあ、深夜でねお客さんも来ないですしやることもあまりないということで、2人で事務室に行ってカメラの映像を確認するんですね。そうするとそのカメラの映像はリアルタイムで映されているんですけど、 A さんがこうバーッと近づいて、あ、これですか、そうです、まあでもさっきねずっとなってたんですけど今もうなってなかったからまたタイミングよくなればいいんですけど、そう話していると、チカッチカッジジチカッチカッ
さっきと同じ現象が起こるんですね。で、あ、そうそう、これですよ。アゼンダさんがそう言うと A さんがこれ思ってるよ、しんどいことなんですけど伝えていいですか、言ってくるんですね、うん、え、機械の故障とかじゃないんですか。 A さんがゆっくりと、いや、これカメラの目の前にいますよ、これね、瞬きです。え、だからね、ほら、これ反射して映ってるでしょ、だから今カメラ越しにこっち見てきてますよ。まあよくおかしなことが起こるコンビニだなとは思っていたんですが、久しぶりにゾッとしましたよ。そう言ってこの話を教えてくれました。ありがとうございました。いや、そのカメラの、ね、不具合、ジーの後カチッカチッって、ジーでカチッカチッって、なんだと思ってたら瞬きっていうね、だからなんだでずっと見ちゃうじゃないですか、はい、その間ずっと見つめ合ってたんだって思うと、そうか怖っ、怖い。カメラの前にもう幽霊がずっとこういて、カメラ越しにずっとお互いにっていう、ね、分かんないから見ちゃってたっていう。いや、のぶさんいかがですか。そうですね、コンビニはですね、ちょっとまあ霊感持ってる人あるあるになっちゃうんですけど、うん、なんかね、怖いとこ行った後とか、そう、仕事の後とかに寄る場所なんですよ。寄り道の場所なんですよ、ね、聞きますよね、はい、有名な心霊スポットがあって、はいはい、でその近くにコンビニがあると、うん、はい、でそこにあの芸人さんが霊能者の方とのロケに行ったと、うん、はい、心霊スポット行ったらそんなに霊能者の方も言ってなかったんだけど、はい、うん、まあじゃあ一応終わりましょうかって終わって帰りコンビニに寄ったら、そこで霊能者の方がうわーっつったっていう、はい、みんなその帰りにここ寄るからみんなここに連れてきちゃって、はい、霊能者からするともう心霊スポット以上の心霊スポットになってたっていう、はい、うわ、だからコンビニは多いと思いますよ。そうですね、あれやっぱ人間もやっぱコンビニってもうね、なくてはならないもので、うん、はい、すごく行きやすい場所じゃないですか。行きやすいし、はい、それは例も一緒なんですか。入りやすいと思います、ね、その生前の思い出から。そうか、私観光都市とかだとね、はい、にぎわってる時期とオフシーズンとかがあるから、人のこう多さの差があればあるほど、やっぱ人にこう会いたいとか、うん、エンカウントしたいって思ってるものってそこに行きやすかったりとかするから、うん、あと僕思うんですけど、ロフトプラスワンとか、はい、スリラーナイトの近くのコンビニってお客さん絶対帰り寄ったりするじゃないですか、うん、めちゃくちゃ幽霊いると思うんですよ俺。なそう、怪談話のイベントの近くのコンビニって確かに、ね、ロフトプラスワンの横もね、うん、ありますよね、うんうん、もう寄ってくれというここに置いていってくださいねみたいなね。確かに、そういう意味のファミリーだったんだ、ファミリーマート。違うファミリーです。ダメですよ。いやね、梅木さんいかがですか。そうですね、これまあお話をね提供していただいた方はこうカメラ越しに見てるという状態ですけど、これお客さんからしたらもうむしろそっち側にいるわけですから、一番本当はこれ怖いのはここのお店にこう訪れるお客さんなわけで、そう思うと誰もが経験するだろうなというシチュエーションですよね。そうですね、だから僕らもこうね、あの店舗に行ってコンビニのカメラとかちょっと見るときあるじゃないですか、なんとなく、うん、あの時に同じくもしかしたらそっち側から幽霊も見てる可能性あります。うわあなたも見てんのっていうような感じで、カメラ見るときみんなも目が合ってるかもしれないですよね。確かにカメラちょっとパッて見ちゃいますもん、 なんかね、あのとこカメラあったんだとかって言ってね、もしかしたら幽霊側も見てるかもしれない。カンジさんいかがでした。もう恐怖でしかないというか、恐怖でしかないですよ。いや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 、ごめんなさい、薄くて、ごめんなさい、ね、薄くないです、シンプルに怖いなって、なんか似たような話になっちゃうんですけど、なんかそのとあるホテルで、なんかそのピアノかなんかを習いにこの立てこもって、立てこもるっていうかその習いにちょっと日本語がすいません、あの語彙力がすいません、ピアノ選挙事件、そうそうそう、まあ、レッスンのために1ヶ月ぐらい借りるという方がいらっしゃったみたいで、でその方が、急にこの、ですね、このホテルでなんかこの付き合ってる方かな、その方に、首を絞められて、なんか原因が分かんないですけど、あやめられてしまったというピアニストさんがいらっしゃって、ホテルマンとかがその部屋を見ると、
なんかその普通になんかこのスコープから見れるんです、なんかその部屋の状況が見れるみたいなんですよ、なんかその外からどういう状況かわかんないですけど、でその部屋の中から見るとなんかすごいこうなんていうんですかね、真っ赤に見えると、へ、うん、部屋が真っ赤に見えるなみたいな感じがあるらしくて、これ何なんだろうなってこう聞いたら、まあおそらくだけどそのこう首絞められてこの目がうっ血した状態で亡くなったから、そのままその女性の方が こうやって見てたんじゃないみたいなのをなんか聞いたことがあって、めちゃくちゃ怖いなと思ったんですけど、そうどうやって外から中見れるのかなというその原理は分かんないですけど、はい、真っ赤になったらもしかして視界も赤くなったりするんですかね、この首を絞められたりするとどうなんだろう、分かんないですけどね、なんかその真っ赤に部屋が見えて多分おそらくその人が目の前にいたんじゃないかみたいな、その人の人、まあこうね、はい、目の赤さっていうのがそこにあったからその赤さを見てたっていう、っていう、はい、見てましたけどね、あともしかしたらその時の記憶、最後の記憶とかね、赤く見えてたからその部屋が赤く見えてるとかいろいろあるんですよね、はいはいはい、普通じゃないですもんね、わあ怖いな、なんかそういうね、のぞき穴とかでも、はいはい、そうなんですけど、のぞいてもし目の前にいたらめっちゃ怖いですよね、めちゃくちゃもう向こうに認識されてるっていうのも怖いですもんね、うん、そのやっぱりだからもしね、そのほら別に配達でもねいいんですけど、ピンポーンって言って誰だろうと思って見た瞬間に向こうもここに立ってたらめっちゃ怖いよねって思っちゃう、毎回ちょっと怖いですもん、のぞくの、はい、ももさんいかがですか、コンビニはやっぱり僕は15年間ワンオペ夜勤をやってたんですごくわかります、本当に怖いなと思うのが、ノブもさっき言いましたけど、なんか心霊スポットに多分行っただろうみたいなやつが退去してね来るんですよ、で来て若者4人ぐらいで来て雑誌だけ読んでなんかスッて車に乗って帰っていくっていうことが結構今思うとあったと、である時僕夕方働いてて、僕ともう一人が静岡のお寺のを今後継ぐであろう大学生だったんですよ、うん、霊感がある子なんです、はい、でこう2人で働いてる時に、まあ、その今言ったような集団がパッて来て、でなんかある程度見てスッて帰っていって、でその後もねよく分かんない人が来たりしたんですよ、1人で来た女性っていうのがレジの前にあるこのお金を募金箱で入れるところのあるじゃないですか、あれに、あのすみません、このお札ってちょっと呪いで使ったもんなんですけど入れてっていいですかって言った人が一回あったんですよ、呪いで使ったんですか入れていいですかって言うんですよ、でその時オーナーがねたまたまいてくれたからオーナーに一応電話で確認して、あのちょっと変な方なんですけど呪いで使った千円札入れていいですかって、ああいいよいいよってオーナーが言うから入れてもらったりしたことがあって、なんかそういう立て続けに変なことがあってかその日怖かったんですよ、うん、なんか落としてったんじゃないかなと思って、でその時僕そのまま夕方になって夜勤も入る予定だったんで22時になってその大学生の子が帰るんですけど、帰る間際に、あの今日あれですよワンオペじゃないですよ多分って言われたんですよ、 えどういうことって言ったら、多分さっき車で来た子たちが何かを多分落としてった、見えないですけどなんかいますからワンオペじゃないですよって言って帰ってった最悪嘘だからその後全部の所作なんか音とか全てに紐付けましたしっかりとリンクを貼らせていただき、なるほど、ね、全部にびっくりさせていただきました、コンビニで働かれてる方はなんかそれあるあるであるんでしょうね、あるわ、まあ、後輩でもなんかおじさんで定期的に来るんだけど、はい、来るとあの日本酒と塩買ってくんですって、はあ、いやいやもう絶対そうじゃんと思って、うわまた来たまた来たと思って、もう嫌だったから店長さんに言ったら、あの人は単純にあのお酒の上級者っていう、いや塩で飲むタイプ、塩で飲むタイプ、でもなんか思うよね日本酒と塩買って買われたらね、うわ絶対なんかもうそういうお払いとかに使うんだとか思っちゃいますけどね、大変なお仕事ですね、ありがとうございます、初耳怪談イベント開催が決定、初の大阪開催で会場チケットが即完、完売を明につき生配信の同時開催も決定、8月31日番組レギュラー陣と多くゲストが一堂に集結、テレビでも YouTube でも聞けないヤバい話に加え番組史上最大の重大発表、生配信でも恐怖におののけ、さあ梅木さん、はい、ね、あのまたね1年ぶりにこう来ていただいたんですけど、そうですね、本当にいろんな活動されてますよね、はい、いろいろ今、まあ、階段以外もだって今あの株の方とかもすごいですもん、株の話はやめましょうよ、えー、ちょうどこの8月の頭に3000万なくなった、えー、
たった3日でね、怖い、階段みたいな階段だけど、一番怖い、お前だ的な株階段始めたんですか、株階段、いやそういうのもねちょっとやって、本当に株も怖い時が多くて、3日で3000万円っていう、はい、なくなりましたね。なんか、まあ、全然僕本当に詳しくないんですけど、はい、今なんかちょっと今荒れてるとか難しいんですか。あ、そうですね、本当にこの歴史的にも史上2番目ぐらいの下げ幅みたいなが本当につい先日というか、8月にあったんですか、ね、8月の頭ですね、いわゆるあのリーマンショックぐらいの、はい、じゃ本当に例えば一夜にしてすごくこうお金をなくしてっていう、はい、ガーンって方も今たくさんいらっしゃるんですかね。ちょっと怖いですけど、本当にそれでこう生活ぐっと苦しめられて、ちょっとこの自分の命をっていう方もいらっしゃるぐらいの激しいものにはなってるんで、いやだってあのリーマンショックの時、僕は六本木めったに行かないんですけど、はい、たまたまその日なんか呼ばれてバーに入ったら、はい、奥でなんかもう酔いつぶれてる人がいて、はい、今日はもう飲みな飲みなとか言われて、はい、でどうしたんですかとか言ったら、いや俺昨日まで何億ってあったんだけど、もう今一万なしになっちゃってさ、普通におっしゃってて、で常連でいつも来てたから、もういいよ、もう本当にもうただでもお題いらないからとかって、でそういうの目の当たりにするとやっぱり、いやもうね、まさにそのリーマンショックに次ぐ下げ幅なんで、もう同じような状況になってる方もいらっしゃるかもしれないですし、やっぱああいう方って一回生活の水準を上げると下げれないんですよね。上げた状態の友達だけが周りにいるんで、亡くなってしまうとその人とかと遊べなくなって孤独になって、もう自暴自棄になる方がいるんで、お金貸してください。そう、ちょっと本当に困ってるんだからあれですけど、いっぱい金持ってるんで、なんで俺なんだ。いや俺ねえよ、金持ってるんで。いやないないない、タンス貯金がねいっぱいあるもんね。僕に任せてくれない。いや危ない、危ない、一番言っちゃダメなやつ。いやいや、ワードだな。僕はなんとかまあ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 制御できてるレベルなんで、まあでもね、株の方でもちゃんと売り上げ上げて、それを結構ファンの皆さんにね還元して、あ、そうですね、ちょっと無料焼肉オフ会。そう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 、そういうことありますね。いいな、すごいんですよね。ただあの最近 YouTube の方で、はい、そこそこその株階段っていうのをされてるって聞いたんですけど、知ってました。いや初めて。そう、なんですか、はい、株階段って。まあ別のこのサブチャンネルの方で、この株で体験者怖いのをこう階段のように喋るっていうのをやっ、ちょっと聞いてみたいですね。株階段いいですか。あ、じゃあちょっと短いやつですね。この話は東京都在住の40代男性 U さんという方から、いただいたお話でございます。彼はですね、株で結構なお金を儲けたということでね、最近では株だけじゃなく先物というものをやりだしたんですよね。このね、日経平均の先物というやつは株と違って夜中でもやり取りがされている。だからもちろんね、この寝てるような時間にも、トレードをするわけなんですよ。でこのユウさんね、ある晩ね、夜中うとうととしながらその先物をカチカチとこうトレードしていたっていうんですよ。うん、寝る間際ですよ、ユウさんね、ああ、こんな寝るギリギリの少しの時間でこんなに儲かるなんて、あっという間に50万円60万円70万円、まだまだ儲かるんじゃないか、そう思いながらユウさんカチカチカチとこのいわゆる先物を買うロングのポジションを増やしていったんですよね。そのままユウさんね、疲れてしまったのかうとうととして眠りについてしまったんですよ。でもこれ普通だったらなんてことはないんですよ。ぐーっとこう上がっていくこのトレンドっていうのはね、なかなか崩れないですから、普通に行くとそのまま株価っていうのは上っていって、翌朝ユウさんは最高の笑顔で目が覚めるはずだったんですよね。ユウさんその日は1時間ほどして目が覚めた。なんだか寝つきが悪かったって言うんですよ。寝ぼけまなこで携帯を掴んでトイレに行く。トイレでちょっとね、この顔でも洗おうか、寝る前洗ってないやと思って洗おうとしたんですよ。でスマホも片手に持ちながら、そういえばどうなったかななんて思って鏡を見たらね、自分の顔が自分の顔じゃないんですよ。え、自分の顔緑色になって、まるで死んだ人間みたいになってるんですよ。え、なんだろうこれ。よく見るとね、それユウさんの顔、スマホの画面が反射して、緑の画面が反射して顔が緑になってるんですよ。え、あ、と思った瞬間、このユウさんさーっと血の気が引いたって言うんですよ。この株のトレードね、
儲かってる時は赤く表示されるんですけど、マイナスの時緑に表示されるんですよね。うっと思った瞬間画面に目を落とした。そこさっきまで100万円近くあった赤いプラスが2000万を超えるマイナスになってたんですよね。梅木さん、これを見た瞬間意識を失ったとおっしゃってました。ありがとうございました。怖い。これはすごい。いや怖い、怖い世界だな。またね、僕これ本当実話でね、ちょうどその日心霊スポットのホテル、はい、うん、いわゆる心霊幽霊が出るというホテルに泊まってカチカチやって寝てしまったんですよ。で普通夜中って何にも起こらないんですけど、その日に限って夜中2時に日経新聞にリーク記事みたいなのが出たんですよ。それが原因でボワーカーンって下がってんのを僕はもううなされながら心霊ホテルで寝てて、ふって目が覚めてみたら終わってたんですよ。あれは幽霊のせいかもしれません。違う途中のなんかの顔の画面がとか言うやつとかすごい幽霊っぽい言ってたけど、ただの反射だからの2人の、はい。いやまあでもやっぱり僕株をやってる人からすると非常に恐怖、うん、でもあり人間のこう心理がこう反映される。面白い。すごい世界、ね、新しい、ね、世界こう開拓されてますけども。これでもそれ続けていくにはやっぱどんどん失敗しないといけないんじゃないですか。メキさんは。いややっぱりそのやっぱり完全なトレードって無理ですから、1日の間にやっぱり1個2個うわあれやっとけばっていうのがあるんで、毎日上げれてますねこれ。そうなんですね。じゃあ株階段の方も数飛躍的に上がっていくわけですね。またね聞かせてほしいですよね。面白い、ね、今日はもう本当に1話で十分なんですけど、いや十分って言い方よ。お金貸してください。なんだ怖いんだよ。怖いんですよ。またぜひぜひお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ皆様いかがだったでしょうか。この番組ですね、視聴者の皆様から、不思議体験随時募集しております。もう個性的な階段に揃っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日のゲスト、ハニトラ梅木さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。